皆様、こんにちは、モノモースです。今日も皆さんと一緒に考えていきたいニュースがございます。それは、松山秀樹選手の素晴らしい成果についてです。パリ五輪で、日本男子ゴルフ史上初の銅メダルを獲得したのです。それでは、詳細の話を始めていきましょう。まず、ニュースの概要からお話しします。パリ五輪での男子ゴルフ最終ラウンドにおいて、松山秀樹選手は見事なプレーを見せて、トータル17アンダーのスコアで3位に輝きました。これは、日本男子ゴルフにおいて初めてのメダル獲得という歴史的な快挙です。 東京五輪では惜しくもプレーオフでメダルを逃した松山選手でしたが、今回のパリ五輪でその胸を晴らすことができました。ここで私は皆さんに伝えたいのは松山選手のこの成果が持つ大きな意味についてです。ゴルフは個人競技でありながら国を背負って戦うオリンピックは特別なプレッシャーがかかります。そんな中でのメダル獲得は彼自身の努力だけでなく日本のゴルフ界全体に新たな希望と誇りをもたらしました。具体的なプレーについても少し触れてみましょう。松山選手のこの大会でのプレーは終始冷静でありながら常に 攻撃的でした。特に注目すべきは、ノーボギーで回ったこと。これほどの競争が激しい中で、ミスをしない集中力は驚異的です。そして、6バーディーを記録したことも忘れてはなりません。この安定感と攻撃力の両立が彼のメダル獲得を確実にしました。次に、これに対することなる意見についても見ていきましょう。一部の人々は、銅メダルでは満足できない、と感じるかもしれません。確かに、金メダルを目指す気持ちは理解できますが、今回の結果がどれだけ価値のあるものであるかを改めて考えるべきです。世界一 の選手たちが集う大会で常に高いパフォーマンスを維持すること自体がどれほど難しいか松山選手はその壁を乗り越え歴史を作りましたその努力と成果に大きな賞賛を送りたいと思います最後にここから私たちが学ぶべきことについてお話しします今回の松山選手の成果は目標に向かって粘り強く努力することの重要性を教えてくれます失敗したとしてもそれを糧にして自分をさらに成長させる姿勢が結果を生み出すのです私たちも日々の生活や仕事においてこの精神を忘れずに っていきましょう以上、今日は松山秀樹選手の歴史的なメダル獲得についてお話しいたしました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。モノモースでした。